シリーズで最も代表的な流配列を再現した写真、上海は1986年7月にアメリカ合衆国のアクティビジョンから発売されたマッキントッシュ用パズルゲーム。積み上げられたマージャンパイの山からある一定のルールに従ってパイを取り除いていくマージャンソリティアとも呼ばれるソリティアの一種である。パッケージに ザ・エンシ n c i e n t c ー i n e s e g a m ア of m i l l i o はと表記され、あたかも中国に古くからあるゲームであるかのように装っていた。開発はアクティビジョンが行い、ゲームデザイン及びプログラムはブロディ・ロッカードが担当している。ロッカードは後にパソコン用ソフト、赤道の開発にも携わっている。同年にアミーが、あたり ST、 当たり8ビットコンピュータ、コモドール64、PC、a t 互換機、Apple II などのパソコン各機種に移植され、翌1987年に PC-9801 などの国産パソコンや、ファミリーコンピュータ、PC エンジンなどの家庭用ゲーム機でも発売され、日本国内でも広く知られるようになった。2001年より3電子が総代理店に指定されている。 最初は、季節パイ4枚、花パイ4枚を含む合計144枚のマージャンパイが積み上げられた状態が表示される。そのパイの山の中から同じパイを2枚選ぶと、そのパイを取り除くことができる。ただし、左右両方に隣接するパイがある場合や、上にハイが乗っている場合はそのパイを選ぶことはできない。144枚すべてを取り除くことができれば、ゲームクリア。 パイが残っているにもかかわらず、取り除くことのできるパイがなくなったら、ゲームオーバーとなる。作品によっては、時間制限があるモードや、時間制限なしで、ゆったり攻略できるもの、通常より、ハイの数が少ないがどちらが早く取り除けるかを競う、対戦プレイモードが用意してある。また、プレイヤーの手助けとしての回数制限ありの、ヒントといった初心者に配慮した機能を、 多くの作品で採用されている。ただし、ヒント機能はその時点で取れるパイの組み合わせを教えるだけであり、必ずしもそれを利用したところでクリアできるとは限らない。タイトルが上海とされているもののみを列挙する。この形のゲームは、コンピュータゲームの一つの定番として、様々な機種や OS に移植され、いわゆるクローンゲームやフリーソフトも多数存在する。 また少しずつ異なるルールによる、やはり、麻雀牌の山から二つずつついで消していくゲームも、いろいろ作られた。それらの多くは、中国の地名をその名に持っていた。パソコン用ソフトでは、大見が有名であった。このソフトでは、画面上の牌をすべて消したとき、中央に、竜の画像予定地と書かれた画面が出てきて、オリジナルの、上海でクリアした際に、 竜の画像が表示されるのに対するパロディであることを意思表示していた。マイクロソフトウィンドウズ・ビスタ7には同様のゲーム、マージャン・タイタンズが標準で含まれていたほか、2018年現在は、マイクロソフトカジュアル・ゲームズの一つとして、マイクロソフト・マージャンがマイクロソフトストアで配信されている。オリジナルであるプラトー版の作者は、ハワイ在住のゲームデザイナー、ブロディ・ロッカード。 スタンフォード大学在学中、体操の選手だったが、トランポリンの練習中に首の骨を折り、首から下に麻痺が残ってしまった。このため、上海のプログラミングもすべて口を使って行われたと、元アクティビジョンのプロデューサー、ブラッド・フレガーは証言している。彼は後に、アコレードから赤道も発表している。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューにおいて、 ファミリーコンピュータ版は合計28点で高得点となったが、ゲームボーイ版は合計23点と標準的な評価となった。徳馬書店のゲーム誌における読者投票によるゲーム通信簿での評価は、PC エンジン版は PC エンジンファンにおいて、雨季の通り19.13点で標準的な評価となり、ファミリーコンピュータ版はファミリーコンピュータマガジンにおいて、 雨季の通り17.83点で低評価。ゲームボーイ版はファミリーコンピュータマガジンにおいて雨季の通り19.59点と標準的な評価となった。PC エンジン版は PC エンジン全ソフトの中で総合388位の結果となったほか、ファミリーコンピュータ版は同九1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログにおいて 他機種と比較して高さの違いを色で表現している点に関して画面が見にくいと否定的に評価されゲームボーイ版は同志1991年5月10日号特別付録のファミコンディスクカードゲームボーイスーパーファミコンオールカタログにおいて液晶画面のために範の高さが理解しにくいと否定的に評価されたアーケード版はゲーム誌ゲームストの企画 第2回ゲーメスト大賞において年間ヒットゲームで17位を獲得ゲーメストムックザ・ベストゲームにでは名作、終作、天才的タイトルと認定されたザ・ベストゲームに選定されライターのズルズルはいかに早く同じ絵柄の牌を揃えて消去するという点とマージャンパイが4つ1組であることから組み合わせが必ず2つ存在し パイが3つ見えている状態の組み合わせ方などを考慮しないと手詰まりとなる点が本作の面白さであると指摘した。一方で配置によっては完全に手詰まりとなり強制的にゲームオーバーとなる点について苦言を呈したほか非常にシビアなゲームであり華やかな演出もないことを指摘した。その他稼働当時は昼間に サラリーマンが時間つぶしにプレイしていることが多く、どこのゲームセンターにおいても必ず、プレイ中であり、一人のプレイヤーが何度も、コンティニューするためにプレイするチャンスがなかったと10回した。また、ゲーム本、える20世紀、アーケードゲーム大全ボリュームにアクションゲーム、シューティングゲーム熟成期編では、オリジナル版と比較して、パイが立体的になっており見やすくなっている点や、 操作性が優れていたとして肯定的に評価した。また、アーケード版は、灰の並べ方が一通りしかないにもかかわらず人気が高かったと総括した。カッコ内は初登場した作品。ありがとうございます。